メスザルの NFT 販売はトラフィック集中によりサーバーメンテナンスとなり、結果的に販売延期となったようです。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンのハチノです。今回もストリームコインの NFT ですね、こちらの情報をお伝えしていきますけれども、まずですね、7月6日 NFT 発売されましたが、いろいろトラブルあったようで、結果的にね、7月11日に延期になったようです。最初はこの話をして、で最後にですね、 NFT の購入方法ですね、こちらのマニュアルが出ていますので、このマニュアルね、日本語化して解説していきますので、はいね、次延期された7月11日ですね、スムーズに買えるように、はいね、予習をしてもらえたらと思います。はい、でまずですね、7月6日の流れですね、復習しておきたいと思いますけれども、もともとですね、7月6日、午前10時 GST なので、日本時間だとプラス5になりますね。なので15時、日本は午後の3時から、発売開始ということでね、皆さんかなり、待っていたようなんですけれども、私もですね、はい、アクセスしてこう待っていたんですけれども、ね、3時ちょっと前くらいにアクセスした時にはまだね、このサーバーのメンテナンスということで、ね、で待てども待てども、ね、3時になってもこの状態から変わらずということで、どうしたもんかなと思って、日本のね、公式のテレグラムの方を見ていたら、はい、15時5分ですね、こんな投稿が運営の方からありました。すみません、午後7時に延長となりました。延長というか延期ですね、はい、延期になったということで、その後ですね、1時間くらい経ってから、はい、公式アナウンスの方でもディレイドということで、レディエイプクラブのセールイベントはすべての STRM NFT ユーザーに理想的な体験を提供するために午後2時 GST まで延期されましたとね。で GST なのでプラス5になりますので、午後7時とはね、いうことですね。はい、でこの遅延は最後のセキュリティチェックが原因でしたということで、なんかね、間に合わなかったってことなんですかね。はい、ということで、午後7時にね、仕切り直しと、はい、いうことでね、いよいよじゃあ午後7時になって、はい、セールススタートしましたと。はい、でセールススタートして、すぐっていうか、もうすでにですね、なかなかつながらないということで、つながったとしても全然こうページが開けないとかね、ページ開けたとしてもこう何ですかね、あの決済画面までいかないとか、人によってそれぞれなんですけれども、その中でも何名かの方はね、購入できたのか、暗号通貨のやり取りまで行ったっていう人もいれば、なんか購入したはずなのに、あの残高が減ってないから購入できてないとか、いろんな人がいるみたいです。ただですね、私もこう19時6分ごろつながらなくなって、はい、でね、そうこうしてるうちにもう19時20分になったら、先ほどのねメンテナンス画面に切り替わってしまって、その後ねアクセスできないという状況に陥りました。はい、でこちらもですね、19時56分くらいでしたかね、はい、こんな公式アナウンス出ました。STRM NFT ウェブサイトは、ウェブサイトのトラフィックが多いため、一時的に利用できません。当社のウェブサイトは現在メンテナンス中であり、数時間以内に公開されます。何卒ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げますと、はい、いうことでね。で、じゃあね、数時間後にじゃあ回復するのかなと思って、待てども待てどもね、はい、夜中にアクセスしても結局、はい、再開することは、はい、ありませんでしたということで、また公式の方からアナウンスが出まして、はい、こちらですね、すべてのプラットフォームでユーザーに最高のエクスペリエンスを提供するために、レディエイプクラブの公開ミントイベントを7月11日午後2時 GST まで延期します。はい、ということでね、7月11日に延期するということで、そうですね、原因が、トラフィックがね、多かったと。要はサーバーの限界を超えたと、ね、サーバーが対応しきれなかったということで、サーバー増強しなきゃいけないということになると、数時間じゃね、対応できなかったということになるのかなと思います。でちなみにですね、こちらがコインテレグラフジャパンの方にね、7月1日に出ていた、はい、記事なんですけれども、 STRM NFT マーケットプレイスがユーザー登録5000人を達成ということで、はい、ここですね、2022年5月31日のユーザー登録の開始から1ヶ月ね、で約1ヶ月で5000人に達したと
逆に言うと、まあ、まだ5000人くらいしかいないのにもかかわらず、まあ、アクセス集中でサーバーがダウンしたということになると、もともとね、まあ、5000人だから、まあ、5000人がね一気にアクセスするとは考えにくいと思うので、だいたいね1割2割3割くらいとすると、まあせいぜいね1000人1500人くらいが同時アクセスできるくらいのサーバー容量だったんじゃないのかなと、はい、推測できます。ただですね、今回のようにこの NFT 販売ですね、早い者勝ちと、ね、いうことになると、ね、普段はまあねこの5000人の中の何人かしかアクセスしないと思うんですけども、やっぱ早い者勝ち、しかもね午後7時から一斉スタートってなると、まあ、当然登録してる人は全員ね ほぼ全員同時にアクセスするだろうし、登録してなかった人もね NFT 購入のためにね登録からやるということで、まあ、そうですね、わかんないですけど5000人がまあ1万人くらい一気に来たんじゃないですかね。はい、ってなるともうね、もともと多分1500人とかね、多くても2000人くらいのアクセスを見込んで多分サーバー準備してたと思うんですけども、それがまあ5倍10倍の日数がドッと来たら、それはダウンするよねっていうことだと思います。はい、なのでまあそうですね、単純に言うともう運営側の見積もりが甘かったということだと思うんですけども、まあ、こういうですね、なんていうんですかね、暗号通貨とかこういう何ていうんですか、早い者勝ちみたいな時って大体サーバーダウンしますよね。結構いろんな私もこうプロジェクト見てきましたけど、大体ねサーバーダウンっていう結果になることが多くて、でそういうのってやっぱりインターネットビジネスやっている人たちだったらなんか常識のような気がするんですけども、なんでねそういうところ気づかないのかっていうか、事前に準備できなかったのかっていうところが本当に不思議で、しかもですね、はい、ストリームコイン、あのバックにね TNC グループでしたっけ、はいね、ブロックチェーンのコンサル会社がついてるはずなのに、なんかそういうことも、うん、なんかアドバイスされなかったのかなっていうところがちょっと不思議なのと、あとねストリームコインってやっぱりストリーミング配信が、ね、メインの、ね、メイトークだと思うので、こうストリーミング、まあ、要は生配信ですね、同時配信してる時にサーバーがダウンとかしたら、ね、とてもあのね、あの仕様に耐えられないと思うので、ちょっとねこのサーバーダウンっていうのはやっちゃいけないような気がするんですけどね、特にこのストリームね、ストリーミング配信サイトを立ち上げようとしてるんであれば、同時ね同時にトラフィックがどんなにアクセスしてももうサーバー落ちないよというところを売りにするくらいじゃないとね、こういったねストリーミングサイト、うん、ちょっとね心配ですね。はい、ということで、まあ残念ながらね今回はまあサーバーダウンという結果になってしまったので、まあ今後はね二度とこういうことを起こさないようにがっちりねサーバーは増強してほしいと思います。はい、そして公開ミントイベントが始まると、すべての STRM NFT ユーザーはお気に入りのレディーエイプを購入し、 NFT を無料でミントし、オーロラキャットエアドロップを入手するチャンスを得ることができます。皆様のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げますということですね。でここにねいきなりオーロラキャット出てきましたけども、これですね実は今無料でね NFT エアドロップやってます。このお話も一番最後にねしますけれども、まずはですね次回7月11日に、はい、このねレディーエイプクラブの猿また再販売される時にしっかりね購入できるようにということで、今ね運営からはいこんな感じでね、ストリームコインの NFT のね購入のためのまあユーザーマニュアルが出ていますので、これまだね英語版しかちょっと今できてないみたいなので、今回ね私の方で日本語訳したものをはい見ながら解説していきたいと思います。はい、まずはね、NFT を購入するということで、ストリームコインですね、STRM NFT のアカウントにサインインしてくださいと。はい、で、サインインしますと。はい、そうするとね、まあ、こういう画面が出てくると思いますので、まあ、この中でね、任意のね、お好きなやつを選んで、まあ、クリックしますと。はい、でちょっと画面違うんですけども、多分クリックするとこんな画面になって、まあ、この辺にこう詳細が出ていますので、あと金額とかね、確認して、まあこれで問題なければ、はい、このバイというところですね。こちらをクリックしましょう。はい、そうしますとね、こんなポップアップが出てくるそうなんで、ここでペイメントね、支払いというところをクリックしますと。はい、そうしますとね、
メタマスク、連携させているメタマスクが出てくると思うので、はい、メタマスクの内容ですね、確認して取引を開始しますと。はい。で、問題なければね、はい、ここのコンファームというところを押して決済してください。はい。で、決済が完了すると NFT の所有権はお客様の STRM NFT アカウントに移行しますと。はい。ね、ここに移動してきますよと。で、購入したすべての NFT を見るには、ホームページのマイコレクション、ここですね。メニューからマイコレクションをクリックして、所有物セクションに移動しますと。はい。いうことで、はい。こんな感じでね、出てきますと。で、一応注意書きでね、所有するビデオ NFT を探すには、マイコレクションでフィルターをイメージからビデオアートに変更する必要がありますということで、イメージとビデオとね、別々に、はい。ね。表示されるというところなので、そこね、勘違いしないように、はい、していただければと思います。まあ、こんな感じで、当日ね、NFT 購入していただければいいんじゃないかと思います。さすがにね、もう次はね、トラフィックが集中してサーバーがダウンなんていうことはね、起こらないように、がっちりね、サーバー増強してくれるということをね、期待して、はい、望んでいただければと思います。はい、そして最後になりますけどね、こちら、オーロラキャッツというね、これは TNC グループですかね、が独自になんか作った、はい、猫ちゃんの、はい、NFT みたいで、こちらは無料でエアドロップ、はい、するそうです。で、これも、STRM NFT の先ほどのね、サイトから申請するんですけど、今ね、サイトがね、メンテナンス中ということで開けないので、ね、またサイトにアクセスできるようになりましたら、こちらのね、NFT の、はい、請求のやり方、動画撮って皆さんにね、共有したいと思いますので、まずはね、サーバーが回復するところを、はい、みんなで待ちましょう。